どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。早速だが今日は、クロノトリガーにおける最大ダメージはどのくらい出るのか検証をして、技の強さのランキング付けをしていきたいと思う。おお、こういう検証系の企画はワクワクするわね。中には9999のダメージが出る技も複数出てくるだろうし、どんな風にそのあたりをランキング付けしていくのかも気になるところだわ。なら話は早い、善は急げ。早速検証開始だ。イエーイ。というわけでまずは技のダメージを検証していく前に、各技の条件を整えるところからだ。各技の条件？ああ、例えば3人技を使った時に、ある技では全員レベル99。しかし他の技では全員レベル80くらいだったらそちらの技の方が不利になってしまうだろ。ふっふっふ、それなら全く問題ないわ。以前のチャレンジ企画の時に苦労して全員のレベルを99にしておいたから、下準備は完璧よ。おお、まさかこんなところで過去の努力に助けられるとは思わなかったな。過去の自分、誇りなさい。過去の努力があって今があり、そして未来へと繋がっていくのよ。じゃあ次は力と魔力を揃える作業だな。力と魔力を揃える。ああ、いくら全員レベルが99でも、力や魔力が全然違ったらダメージも変わってくるだろ。ということは、強くてニューゲームでカプセルを取りに行く、カプセルマラソンの始まり始まり。やっぱりだが安心してくれ、何も全員の力と魔力を99にする必要はない。そうなの？ああ、今回は全員の3人連携技で最大ダメージを検証していくんだが、その3人連携技にはそれぞれダメージの計算方法がある。方法？例えばストライクスピンという技は、カエルのジャンプ切りの威力しかダメージに影響しないから、カエルの力だけ考えればいい。なるほど、じゃあ闇雲に全員の力と魔力を上げなくてもよくて、3人技に影響する部分だけ99にすればいいわけね。その通りだ。それならだいぶ楽かも。しかも前のチャレンジ企画の時に、すでにロボの魔力も99にしてたよな。そういえばそうだったー。過去の自分ナイスすぎるー。過去の努力があって今があり、そして未来へと繋がっていくのよ。さっきからなんだそれは。まあいいや、それじゃあ早速必要なカプセルの数を計算していこうなんだぜ。おお。必要なカプセルの数が出たな。そうね。まず力を上げるパワーカプセルは1個も必要なかったな。そうね。よかったな。そうね。で、魔力を上げるマジックカプセルはいくつ必要だったんだっけ？なんだって。166個よ。まあ、なんというか、予想より5倍くらい多かったな。げちゃ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 。一応内訳を説明しておくと、全3人技のダメージを検証するには結局全員の魔力カンストが必要と判明。ルッカと魔王はレベル99時点で勝手に魔力カンスト。ロボも以前霊夢が魔力をカンストさせてるから問題なし。他のキャラのレベル99時のそれぞれの魔力が、クロノが46、マールが96。カエルが56、エイラが32で、これらをすべてカンストさせるためにはマジックカプセルが166個必要という結論が出たな。ゲヘヘ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 ヘ。どうだ、霊夢いけそうか。ゲヘ。どのくらいの期間かかりそうだ。ゲヘゲヘゲヘ。よし、じゃあ1週間後にまた会おう。ゲヘさあ見るがいいわ、魔力の欄に3000と輝くこの星々を。おお、本当に1週間で166個集まったのか。前にカプセルマラソンした時は本当にがむしゃらに何回もクリアして最初からやってを繰り返してたけど、さすがにここまでやったら、だいぶ効率よく周回できるようになったわ。それでもだいぶ苦労したとは思うが、ここからはもう連携技をぶっ放しまくればいいのよね。ああその通りだ。やったぜー。私の連携技は絶対に食い止められんぞー。地球もろとも宇宙の塵になれー。ベジータみたいなこと言ってないで早速検証に移るぜ。それよりこの俺を今すぐ半殺しにしろー。情緒不安定だな。というわけで全ての3人連携技のダメージを見ていくわけだが、まず予選ブロックの相手は防御力も魔法防御力も標準で、属性の耐性もないジャリーだ。ジャリー、運が悪かったわね。今日からあなたは絶滅危惧種として名を連ねることになるわ。まずこのジャリーでのダメージを検証していき、ここで9999ダメージが出なかった場合は予選落ち。9999ダメージが出た技は決勝ラウンドに進み引き続き HP10000 以上の敵で検証を行うことにする。うへへー楽しみー。ちなみにダメージが最大になるように全員に虹のメガネを装備しているぜ。メガネメガネ。まずはクロノ、ルッカ、マールによるミックスデルタだ。いったれいったれー。
6400ちょっとくらいだな。思ったより伸びないものね。乱数によるばらつきもあるから一応2回ずつ検証していくぜ。オッケー。やっぱり6400ちょっとね。ああ、ちなみにワルマジロはステータスが低いから、こっちへのダメージは無視してくれ。次はアークインパルスよ。単体攻撃だから期待が高まるぜ。かっこいい。でも弱い。2回目もかっこいい。でもやっぱり弱い。残念ながらアークインパルスもここで予選敗退だ。次はファイナルキックだ。きたー、ダメージ9999。おお、2回目はどうだ。完璧ね。よし、ファイナルキック決勝進出。次はファイガサークル行きまーす。目が回るー。5200か、だいぶ控えめだな。2回目も5200ね。ここからは1回目分のみお見せしてちょっとテンポアップしていこう。あいあいさデルタストームは6400ちょっとと、次はガトリングキックだ。おお、9999きたー。これで2個目の決勝進出だな。次はトリプルアタック、この技好きなのよね。あら、意外に弱い。次はビッグトルネードだ。おお、全体技で初めての9999。全体技でダメージカンストはやばいな。3次元アタックいきまーす。あら、意外と8700止まり。ここからは石による特殊連携技だが、3人のうち誰かが石を装備しなければいけない分、虹のメガネの装備要員が減ってしまい必然的に若干不利になってしまうな。おお、それでも9300、ダークエターナル恐るべし。次は青の石を使ったオメガフレアだ。いつもお世話になってます。やっぱり強いー。さすがだな。次は銀の石のストライクスピンを行くぜ。思ったより伸びず。あと残り2つ、白の石のポヨゾーダンスだ。レッツダンシング。ダメージ低い。これは混乱させるのが優秀だからな。ラストはグランドリームだが、これはカエルの HP が低いほどダメージが大きいから、カエルを HP1 にしてきてくれ。してきました。おお、仕事が早い。この技初めて見るかも。8500。というわけで全ての3人技のダメージが出揃ったな。早速だがここから決勝戦に移るぜ。おお。というわけで見事9999ダメージを出して決勝に進んだのは、ファイナルキック、ガトリングキック、ビッグトルネード、オメガフレアの4つだ。どれもとんでもない威力だったわね。それで決勝の相手はどこのドイツかしら。ああ、今回の決勝戦の相手はラボス第2形態だ。またこいつー。このチャンネルの過去の動画を見たことある人ならわかってくれると思うけど、多分私地球上で一番こいつを倒してる自信があるわ。確かに。まあそれはさておき、こいつを決勝戦の相手に選出した理由だが、この敵はジェリーと一緒で防御力も魔法防御も標準で、もちろん属性の耐性もない。そして向かって右側の腕の HP が12000なんだ。確かに12000っていうのはちょうど良さそうね。ちなみにここで、なんで HP12000 でダメージ9999の技の検証ができるんだ、って思った人は、ぜひ過去のセンタービット一撃撃破の動画を先に見てちょうだい。よろしく頼んだぜ。
せなわけでこの HP12000 を一撃で倒しきれるかどうかというのが決勝戦の内容だ。もし全ての技で HP12000 を削れなかった場合は、防御状態の本体へのダメージで、技のダメージの順位をつけることとする。オッケー、どうせやるなら12000を一撃で撃破して気持ちよく終わりたいわ。それじゃあ決勝戦のスタートだ。まずはファイナルキックからね。単体技は範囲技より期待が高まるな。いけー、一撃で倒せー。倒せて、ない。ぐおー、12000届かずー。それじゃあ今度は防御状態の本体へのダメージ検証だ。317。防御状態硬すぎー。それじゃあ次の技に移るぜ。次はガトリングキックじゃー。ファイナルキックとの違いはマールのアイスガかルッカのファイガかの違いだけだが、果たしてどうなるか。またもや一撃撃破ならずー。それじゃあ次は本体へのダメージだ。またも317。乱数で多少ダメージに差が出るとは思ってたが、思った以上に乱数の影響は小さいみたいだな。よし、次次。次はビッグトルネードだ。ああ、片腕だけー。あっちの腕は HP が8000しかないからな。12000の壁が高いー。ちなみに本体には514ダメージを与えていたから今のところビッグトルネードが暫定1位だぜ。さあいよいよラストのオメガフレアだ。正直一番期待してるわ、頼んだわよ。どうだ？片腕だけー。だが本体には549ダメージを与えていたな。ということは優勝はオメガフレア。いや、ちょっと待った。まだ私たちはこの検証をやり終えていない。え、どういうこと？過去の動画のコメントで、ダメージ最高技はカエルフレアという情報があったんだ。カエルフレアって確か3人技じゃなくて2人技でしょ。いくらなんでも2人技で最強クラスの3人技よりダメージが出るとは思えないんだけど。いやいや、私たちは今まで疑わしい説や信じられないような都市伝説を実際に検証して、新たな扉を開いてきた。だから今回も想像で勝手に決めつけるのではなく、ちゃんと最後まで実践していこうじゃないか。わかったわ。カエルフレアって、カエルの HP が低いほど与えるダメージが大きかった気がするから、そうなるとカエルの HP を最小限に抑えるっていうのが今回の関門になってきそうね。そうだな、ラボス第2形態は問答無用で初手で硬派を打ってきて、これは素早さがカンスト状態でも、ヘイストメットでヘイスト状態になっても先行することができない。しかも乱数によってダメージは毎回ばらつきがあるから確実な調整はできない。わざとやられて、その後生き返らせるというのはどうかしら。確かにアテナの水で生き返らせれば HP が50の状態になる。しかしどうせならもうちょっとギリギリまで調整したいんだよな。残り HP50 じゃさらなる攻撃には耐えられないし。どうしたものかしら。よし、霊夢これでいこう。そうね、これが良さそうね。まずスタート時のカエルの HP を200に調整。そして初手の硬派で100強のダメージを受ける。すかさずバリアボールとプロテクトボールを使い2手目の攻撃に備える。2手目の攻撃がカエルに飛んでくれば、よっぽど悪い乱数を引かない限り HP が50以下に調整される。ただし3発目の攻撃には耐えられないから、ここですかさずカエルフレアを発動。これで最大ダメージに近いカエルフレアをお見舞いできるはずね。あとは実践あるのみだぜ。というわけで HP200 にしてきました。まずは硬派だが、計算通りならここで100強のダメージが出るはずだ。114、いいぞいいぞ。油断するなよ霊夢、すかさずバリアボールとプロテクトボールだ。あいあいさあ、このアイテム使うの何気に初めてかも。あとは次の攻撃がカエルに来るのを祈るだけだ。2連続ロボー、緊張するー。カエルに2連続攻撃が来てたら終わってたな。お願いします、1回だけカエルに攻撃してー。
ター。急げ、すぐ帰るフレアだ。あばばばばばば。何してる？あばばばばばばばー。よし、いいぞ。行けー、帰るフレア。うおー、倒したー。すげー、12000削ったー。というわけでクロノトリガーの最強技は、カエルフレア。そして最大ダメージは、12000兆？そんなわけで締めに入るぜ。このチャンネルではクロノトリガーやスーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをやっているぜ。みんなのリクエストや思い出話なんかのコメントもどしどし待っておやる。ぜひ他の動画も覗いていって楽しんでもらえたらありがたいんだぜ。そうでおやる。それじゃあまた次の動画で会おうなんだぜ。おやるー。